あんたのママさんの知り合いって人からあんたの居場所知らないかって電話があってさ、家にかけても誰も出ないって。誰か出たら怖いよね。そりゃそうなんだけど、なんか私パパさんの実家の方に行ってるって口滑らせちゃったみたいなんだ。うん、別にいいけど。やっと捕まえられたわ。久しぶりっけ。やっぱり。ん？何がやっぱりなんだい？昨夜さ、昨日陽子ちゃんの家に電話かけたでしょ。かけたかけたさ、かけまくったさ。あんたの友達でフルネーム知ってるのって奈良陽子しかいなかったしね。それでボックスから拝借した電話帳に載ってる奈良って名字、上から順に総当たりしたわけさ。かけまくるっていうほどなかったと思う。そうさ、実際のとこは一発だったっけ。はあ。というわけで、ケイ、しばらくぶりだね。いつもよりは空いてないよ。お母さんのお葬式にも来てもらったし。それはそれだろ。元気だったかい？うん。少し痩せたかい？残念ながら身長体重ともに横ばいでして。ならいいじゃないか。健康あっての人生だよ。うん、そうだよね。過労に風がたたってだもんね。うん、健康第一だよね。ひどいだろうさ。あいつの歳も考えないで私があんな服を送っちまったから風邪なんてひいちまったんだろうしね。あんな服ってもしかしてすごくスリットの深いチャイナドレス？前の撮影でチベット行ってきたんだよ。その帰りに寄り道したついででね。
さん、私に用事？ん？わざわざ陽子ちゃんに行き先聞いてこんなところまで来るってことはもしかしてすごく重要？そうだね、そうでもあるけどそうでもないってあたりかね。少なくとも私にとっちゃ一大事なのさ。あんたの身の振り方を聞いとくのはね。はあ、で、あんた狭間の屋敷には行ったのかい？うん、一応。で、どうだったんだい？どうだったって、何が？だから、狭間の屋敷に行ってみてさ。どうしたんだい？不思議な光景が見えたんだ。私がまだ小さかった頃の。火事の煙に隠されちまった記憶がかい？わからない。わからないけど、そこには私だけじゃなくて、笑ってるお母さんがいて、忘れてしまったはずのお父さんも笑っていて、そしてあの人も。あの人って誰だい？夕べの夢に出てきた人、とても悲しい目をしていて、私に全部忘れろって。蝶の形に白く抜いた青い着物を着てた。それから少し伸びたおかっぱ頭にもやっぱり蝶の髪飾りをしてて、なるほど。やっぱり薄くなってるか。え？何が薄いの？ああ、色だよ色。青金石にしちゃ金の粒が見えないし、藍より空色に近いだろ。はあ。あれ？ラピスラズリってルリじゃないの？青金石とも言うんだよ。詳しくは少し違うんだけどね。へえ。まあ、あれじゃないのかい？ケイは昔からお守りとしてこの石を持ってるわけで、当然ながらに愛着もあるんだろう？うん。だからあたかも昔馴染みのような顔して、夢にまで出てもおかしくはないんじゃないかって、私はそう解釈するんだけどね。ねえ、
朔也さんこそ知らない？朔也さんは10年前の火事より前から私の家のこと知ってるんだよね。まあね。お母さんとお父さんと私、その私たちの他に。知らないね。あと知ってるのは恵美子さんぐらいだよ。彼女は火事よりずいぶん前に行っちまってるしさ。ケイ、あんた私が嘘をついてるとでも？ううん。だけど私、やっぱりあの人を知ってるような気がする。とても懐かしくて、忘れちゃいけない大切な人だったんだと思う。そうかい。うん。だから、まだしばらくこっちにいる。ああ、そうかい。まあ、とにかく、こんなところで立ち話っていうのもなんだから、歌詞を変えようか。そうだね。とりあえず車に乗った。そういえばケイ、あんた昨夜はどこに泊まったんだい？あ、榊旅館ってところなんだけど。ああ、あそこかい。なら道もわかるからナビはしなくていいよ。朔也さん知ってるの？夜通し走って着いた後ひとっ風呂浴びさせてもらったんだよ。泊まり客以外も集めないことにはやっていけないのかね。乗った乗った。はい。そういやさっきのお守りだけどね。うん、私も前に見たことあるわ。恵美子さんが持ってたんだった。おばあちゃんの？形見だろうね。そりゃお守りにもなるさ。さて、到着したよ。お疲れ様です。疲れるもんかい、このぐらいで。はあ、嫌な天気だね。こりゃ近いうちに一雨来るよ。見てないのにわかるの？わかるさ、空気の匂いとかでね。そういうのって職業柄？いや、天気予報が得意なのは生まれつきさね。私の家系は鼻が利くんだよ。あ、荷物持とうか。遠慮しとくよ。大事な商売道具だからね。非力な刑に落とされでもしたら大変だし。私そこまで。あ、本当、お天気崩れそう。
これじゃあっという間にずぶ濡れだよ。まったく。ってあんたは何を立ち止まってるのさ。急いだ急いだ、グズグズするんじゃないよ。おかえりなさい、ハトウさん。大変だったでしょう。おかみさん、すごい雨ですね。でも、すぐに通り過ぎるわ、きっと。その前に、ハトウさんは着替えないといけませんけど。降り始めてからしばらくボケラッと悠長に構えてるからだよ。まったく。あら、そちらの方は？この人は私の知り合いで。浅間朔也と申します。あらあら、ルポライターでフォトグラファーなんですね。はい、文筆では主に生計面について、写真は山や野生動物など自然を主に扱っております。こちらの鳩さんの家とは祖母の代から知り合いなんですけど、先ほど町で偶然に。あらあら、それで。